はい、どうも、あちおです。えー、今日はですね、ちょっとネットのいざこざに関しての話をします。まあ、あんまり気分の良くない人もいるかもしれませんね。あのー、僕 <laughs> の個人情報を掘ってる人間がいるっていう話からしなきゃいけないです。えー、これしたことあったかなまあ、ツイッターなんかではしたような気がするんだけど、一月ぐらい前かな。 えー、僕のね、あのー、去年の8月のあのー、ちょっと燃えた動画以降ね、あの僕のことを調べてる人っていうのが一応存在したんですよ。あのー、影で、こそこそと。で、その僕のことを調べてたひこ人がいるっていうのを、なんで僕が知ったかっていうと、僕の名前をエゴさせたときに、 あのたまたまね、1回だけ、あのー、その人ではないんだけど、その人の取り巻きの人がね、あのー、僕の名前を出したんですよ。で、追ってったら、なんかその人、あのー、その僕のことを調べてるらしき人が、なんか僕の個人情報というか、まあ、過去のツイートをね、なんか掘って、あのー、なんか大喜利みたいになってたんで。 わこいつ肝みたいな感じで <laughs> の、バカにされてたんで、ああ、こいつこういうやつなんだと思って、あのー、そのアカウントをね、僕はチェックしてたんですよね。で、まあ、なんかコソ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 やってたんで、あのー、僕がね、まあ、ツイッターでつぶやくたんびに、なんか僕のツイートに対してのリアクションがあったんですよ。<laughs> だから、 ある時あのツイートでね、あのー、その人に、まあ、その人に伝わるような感じで、僕は君のことを見てるよっていうにわせをするツイートをしたんですね。あのー、そしたらね、あのその人は僕のことをブロックしたんですよ。というわけで、あの僕のことをおそらく見ていたのは確定だったんですね。 で見られているっていうことに、僕が気づいていたっていうことが、まあ、僕のそのにわせで気づいて、僕のことをブロックしたと思うんですよね。まあそ、そういう話があって、まずそういう話があったっていう話。 でそのブロックされた後、別にね、陰でこそこそ言ってるぐらいのやつだったら、僕も興味ねえよと思ってて、あのー、で、それは特に気にもしなかったんですね。まあ僕もツイッターでサブアカを作って追跡するっていうことを考えたんですけど、まあそこまでやらんでいいやろって。あのー、別に自分の見えない世界でこそこそしてるんだったら、それはそれでいいんじゃねえみたいな。 別に僕もね、その犯罪になるようなツイートをしてるわけでもないし、犯罪になるような動画を上げてるわけではないんで、あのー、まあそこはいいやと、ほっとこうこいつみたいな感じだったんですね。で、時はさか、あのー、進んで、まあ春になって、4月だったかな、3月だったかな、ちょっと忘れたんですけど、あのー、僕のことを、 まあなんか調べているなという形跡がね実は見つかったんですよまあちょっと詳しくは言えませんけどあ誰かが僕のことを調べてますっていうのが分かったんですねだからああ僕のことを調べてるやついるなーみたいな認識でいてちょっと警戒してたんですよねでそんな時にあのー まあこれは動画にもしましたけどあの僕の家の玄関にねあの虫が投入されている事態というものがあったんですねあの郵便受けんとこから虫の死骸をねおそらく投入したんであろうだってそんな玄関が開けてすぐのとこにあの虫の死骸が複数いるっておかしな話じゃないですか ということは、これは誰かがいたずらで突っ込んだのかもしれない。っていう話の内容だったんですね。あのー、ただ、それが公園の子供がやったのか、両隣にいる頭のおかしい人間二人以外やったのか、それとも僕のことを調べてた人間が、えー、自宅を、まあ、ついに突き止めて嫌がらせでやったのか、 さあ、どれでしょうっていうふうに僕は思ってたんです。まあ、だけど、別に、なんかやってくんだったらやってくれて別にいいかなみたいな。なんなら僕ん家にも送りつけとか来るんかなとか、枠手カしながら待ってたんですけど、別に、あの、それは特になかったんですけど、えー、っとね、まあ僕も、その、防衛っていう意味ではなくて、 あのちょっと性格の悪い趣味なんですけど人の個人情報みたいなものを、まあ、引っ張ってくるあの、まあ、要するにあの人のアカウントをその触れたくないようなことを発掘するっていう作業をあの昔やってたし。あの 説明がね、難しいんだけど、10年前ぐらいに、あのー、もうちょい前か、10年ちょいぐらい前に、あの、グリーでね、あの、怪盗ドリランドっていうゲームがあったんですよ。で、僕、グリーのアカウント、女性だったんですよ。ネカマだったんですね。で、その、ネカマアカウントで、その、怪盗ドリランドっていうゲームの、割とトップ層の中の一人だったんですね。あのー、 トップ層の最上位の人のフレンドの1人ぐらいな感じで <laughs> だから僕の周りも割とそのトップ層どうだそうだなそのソードアートオンラインでいうとあのクラインぐらいの位置づけの人間だったんですよ僕はあのトップオブトップではないけどトップ層の1人だったみたいなあのそういうぐらいの位置取りです で、そんな状態で、まあ僕仕事をして、その当時してなかったんで、そのドリランドとかやってる時。まあ超暇だったんで、その、イベントとかで吸引要請が来た時に僕光の速さで現れて、あのボスにあの一撃、あのぶん殴って去っていくっていう <laughs>。で、ボスをぶっ倒して去っていくみたいな。 あのそういうプレイができてたんでまあ強かったっていうのもあるんですよねでその時にねあのトレード詐欺っていうものが流行っててでそのトレード詐欺があまりにもひどかったもんだからまあ大体トレード詐欺やってるやつ中学生なんですけどでそのトレード詐欺やってるやつの住所とかを特定して学校に通報するっていう作業を僕は やってたんですね。チーム組んで <laughs>。あので、まあ僕はその特定班だったんですよ。まあ言っちゃえばその通報する人ってのも係が、係でいたんですけど。だからそういう都合もあって、僕特定がすごい得意になってたんですね。ってなわけで、あの今回、 僕の方でも、なんか僕に手をかけてきそうな人をちょっと特定してやろうかっていうことで、まあ各、各、いろんな人のアカウントがあるじゃないですか。を、あのー、何名かに絞って、まあ、どうだろう。えー、っと、1、2、3、4、5、7、8人かな。あのー、アカウント潜ってみたり、そのー、 その写真とかから、その場所を特定したりとか、まあその当時と比べると、やっぱ協力者もいないですから、まあすごい時間もかかったし、不正確だったんですけど、最初のうちは。あでもこの人特定できるなみたいな人が何人かいて、その結果、何人か特定に至ったんですよね。 いや、要するにさ、僕が見てる、あの、界隈って、なんか人の特、あの、個人情報をいきなりバラす、みたいなのが、あの、トレンドになってるというか、なんかそういうとこあるんで、そういうことされた時に、おめえの個人情報も知ってるぞ、こっちはっていうスタンスで行きたかったんですね。だから、もう、一応それは出すつもりはないんだけど、何人か特定できちゃってるんですよね。 でその、いや、言っちゃえばさ、その僕、別にハッキングとかしてるわけでもないし、あの、その、世の中に出ている情報からだけで、その、特定作業みたいなことをやって、でそれで特定できちゃうようなあの、ちょっとぬるい感じの人がね、人を糾弾したりしてるわけですよ。 それどうかなと思って <laughs>。あの、うんだからね、いや、僕も、それこそ、僕のことを掘ってる人へっていう、あの、ツイートをしたことありますけど、あの、天才クイズに2回出たことあるよとか、オグリキャップが笠松競馬場に来た時にインタビュー受けてるのニュース映像残ってるよとか、あの、港南富士祭りのニュースに俺映り込んでるよとか、まあ、他にもあるんですけど、 <laughs> あ,のあと、たぶんね、将棋の大会とかのやつだったら、あのー、中日新聞の終わり版とかに、結果、載ってるかもしれないな、あの美北版とかにはね、間違いなく載ってるんだけど、<laughs> あ,えー、あと、江南市の、えーとか、その当時の解放というか、広報のやつかな。 には載ってたんだけど、まあ一応ね、そのなんかいい成績を上げたものもあるもんで、野球とか、で、そういうので出てるからお前ら探してみるよ、こら、みたいなツイートをしてるんだけど、やっぱりみんなね、あの、各々それまでの人生で頑張ってるから、結構見つかっちゃうもんなんだなと思って、だからそういうことあるから、 あんまり大きな口叩かない方がいいですよっていうことをね一応その注意喚起としてまあ僕はその情報をいきなりここで叫び始めたりすることもないですしまあ一応ねその一人僕気になる人がいるんでその気になる人にはあなたの個人情報を知ってるよっていうことをちょっとあのどっかのタイミングで伝えたいなとは思ってるんだけど <laughs> うん。 まあだからそれ以外には使うつもりないし、発揮しって、ただ、その俺が簡単にあの突き止めちゃうような、その個人情報の管理をしてちゃいけないよねっていう話をしたかっただけです、だから皆さんもね、気をつけてくださいよ。あの僕みたいなあの変な人間が、まあ、皆さんの個人情報をね、つかむべく、あのーいろんな、いろいろね、ネットで。 潜ったりりしてる可能性もああますからあの特にねインターネットでそのプライベートのお友達とかとつながりがある人はそこから簡単に言われるってことあるんですよまあ独り身の人ね寂しい人生を送ってる人だったらなかなか見つかんないと思いますけど <laughs> あとその SNS とプライベート分けてますみたいなそういう人は多分ねなかなか見つからないと思いますけど。 リアル充実している方こそそこら辺は気をつけてください。はい、終わりにします。以上、パチョウでした。バイバイ。